花輪チャンネル、花でございます、今日はですね、リュウちゃんママそして勝利の、柔道の友達もみんなでですね、こちら回転寿司でございます。こちらまずはマイモン寿司、あれもめちゃくちゃ美味しい回転寿司、どんどんたくさん食べたいと思います。行きましょう。はい、行きましょう。もうね、これ個室になっててすごい奥の部屋を取ってくれる、うん、いいね。さあ、ということで、店内に入ってきましたけど、もちろん回転寿司なんだけど、各テーブル個室っぽくなってる。僕半個室みたいな、ね、うん、全部タッチパネルで頼んでいく形式になりますんで、はい、よし、子供たちよ、お腹空いてますか？お腹空いてる人、めっちゃ空いてます。はい、空いてるです。もうどんどん頼んでていいよ。よっしゃ、よし、よし、いけ。はい、じゃあ頼んじゃって、はい、じゃあ我々も頼みましょう。なんかすごいパンじゃん、なにこれ。いっぱい、あ、生牡蠣もある。え、生牡蠣食べない？何？遅いみたい。来た来た来た、よっしゃー、カニ。こちら大トロになります。これ、多分嘘、これ上のやつ。見て、ママ、こちらガスエビになります。見て、ママ、ほら見て、めっちゃすごいじゃん、それ全部カニ？うん、すごいじゃん。めっちゃ来てないよ。うわ、苦手だからな。うまっ。うまいですか？うまっ。めっちゃうまい。よかった、美味しそうだね。カニうまい。カニうまっ。カニうまっ。もう終わった。いいな、楽しそうで。楽しそう。まあ、そういうとこ入ると大好き。うん、どこも面白い。これ何に空間、グーターの可能性がある。よし、うまそう。ラブリサーブも俺らにして、うん、髪に置き付け、うん、うまっ。うまいね。こちら広島県産の生牡蠣が来たー。美味しそう。ネットが生牡蠣頼んで。何？生牡蠣。巻物？巻物？持っちゃっていいこれ。持っちゃっていいよ。何でこのポン酢とかあるんじゃない？うん。うまっ。ママね、牡蠣大好きなの知ってた？泣きました。うまっ。ナマコス大好き。あ、わかんない、食えなかったら手伝って。いいよ、じゃあ俺もサッコ。うまっ。すごいね、やっぱ縁側を。いただきます。いや、ちっちゃいのみね。うまっ。めっちゃうまい。いきます。どうぞ。うまっ。おいしい。北陸と築地から直送の新鮮な魚なんで。だから美味しいんだね。美味しい。美味しそう。うん。うま。お前ら大トロ頼みすぎやろ。カニうまっ。うまっ。カニうまっ。うまっ。エタ君どうですか？うまい。うまい。チョリ。うまっ。うまい。うまい。うまい。すごいな、これも美味しそうですね。軍艦になってるマグロが。え、俺
これ、俺これ食って、ね、うわ、こぼれちゃう。今、俺今2貫食った。それ美味しそうだね。ね、食べる。あ、じゃあもう手伝う、これ。うん、今なんか、俺プレゼン食うから、うん、これよくでしょ。うん、そう。もう絶対エイトだって。ねえ、じゃあ、俺これ食うから、おいしい。めちゃくちゃ食べてますね、子供たちは。俺、シェフするのベルトビーと我らを見せいなって。子供はマグロかカニかしかないです。お前、同じなんて言ってないよ。やばいことになってきた。ちょっと何でも頼んでいいよって言ったら、あいつらちゃんと分かってんだ味を。すげえ高いのいっぱい頼んで。俺言っちゃった手前しょうがないもんな。うまいもんな、やっぱそれが。ちょっと見てたらお腹いっぱいになってきちゃったな。そうなんだよね、なんか食べてるの見るとさ。本当にあいつら見てたら。赤エビのバター醤油焼き。はい、あなた。はい。じゃあ2人前。あ、はい、はい、あなた。すげえよ、ほんと食えるのか、お前。ほんと食えるの。ほんと食べてね、頼んだやつね。そうだよ、絶対食べなきゃダメだよ、頼んだ。うまっ。ね、それと何を重ねてんの、うん、データ。マグロ三段。マグロ三段。いける。嘘でしょ。すごいな、データ。何それ、初めて見た。あと8個。もう時代終わったな、しょ。エビを、エビを。こんなのなくてじゃん。マグロ好きなの？めっちゃ好き。あ、そうなんだ。マグロばっかりです。でも、今失敗してる。選びすぎて失敗してる。選びすぎて今、いい9割ぐらいしてる。いいよ、無理しなくていいよ。頼んで、もう食ったと思って、もうないと思ったら一気に来た。あ、来ちゃったんだよね。だから言ったの？あとカニのでかいやつは2個くる。それ勝利だよ、勝利だよ。それ勝利だよ、それ勝利だよ。もういけると思って。そうだ、ここのさ、カスシ屋さん YouTube やってて。え、嘘。マイモンチャンネル。あ、ね、あ、そうなんだ、はい、へー、知らなかった。このあの内田さん、概要欄にもご連絡しておきますので、ね、今回撮影協力いただきましたんで、ちょっとご紹介させていただきましたけども、ね、マイモンチャンネルよろしくお願いします。距離来てよ、距離来てよ。すごい、また頼んだそれ。でもマリうめえわ、もったい上手。あれ勝利したと思う。もう無理よ、ね、人とかいません。甘いよね、甘酸っぱいよね。カニ味噌くん、はいはいはい、はい、お疲れ様です。処理かと思います。ウニと、カニ味噌くん、行きました。あ、処理まだご飯残ってるって。おい、食え全部。ウニです。お米食べてよ、処理。さすがに食べる。うん、きたね、おいしい。うん、うまい。うん、うまい。俺が大好きなカニ味噌丼か。うん、これ勝利が好きそうだけどね、カニ味噌丼か。うまっ、めちゃくちゃうまい。え、30回いったの？絶対いった。30回いったと思う。じゃあ最後のやつでもじわっ。いや、まださ最後でもやる。勝利がこっち来てからだから、だって1ヶ月ぐらいか。だってそんなに8ヶ月だった。でも1年もないのに、もう超仲良くなってる。親友生になってるから。他のね、他にもいるけど、同じ5年生。あ、来た。はい、どうぞ。これじゃあ、一本穴子。わ、美味しそう。うわぁ。あ、そうだ。うわ、見てこれ。いいよ、ゆうちゃん。え、そんな食べた？え、そんな食べたの？39巻、うん、59ぐらい。うまい、うまい。一本穴子美味しい、うん、これ卵焼きもあります。
で、なんか中に入ってる。本当だ。え、何これ？卵焼きじゃない、卵まんまんのお寿司。あ、そうだ。ね、中にご飯が入ってる。あったかい。あ、ずーちゃん作ってる。いいね、卵があったかくって。ふわふわ。うん。うん。うまい。卵、嫌いもあったかいっていうのがすごいいい。あ、はい、あ、来た。あ、デザート来たよ。あ、トカシデザートなんじゃないお前。あ、お熱いのってよ。あ、美味しそう、チーズケーキ。そうだね。もうそうだね。いただきます。どう、チーズケーキ。うまい、とろっとろ。美味しそう。ちょっとバーバにテイクアウト。うん、テイクアウトもできますからね。うん、バーバがね、サーモン好きだから。3、4、5、6、7、見てこれ、うまっ、うまい。なんかトロットロでしょ、なんか真ん中のところがとぼえてしてる。やばいやばい。美味しいのに。さあ、ということでございまして、ね、金沢マイモン寿司さんのお寿司堪能しました。美味しかった。美味しかった。どうですか、皆さん、もうお腹いっぱい？そうすごいですね、そのお皿3人で。小学校5年生がこんだけ食べましたか。すごいね。はい、もう最初の元気なくなっちゃいましたけどね。お腹いっぱいでございますんで。まあ、今日は撮影許可いただいて、個室でいただいてますけども、普段は、あっちでね、もうちゃんとしたこう回転寿司のね、はい、カウンターでも食べますんで、ぜひ皆さんも行ってみていかがでしょうか。ありがとうございましたね。また行きましょう。はい、ということで、ごさんでした。ごさんでした。